平野翔さんが、自身のインスタグラムで、サンローランを身にまとった神宮寺ゆうたントの2ショットを披露しました。平野さんは、この前の撮影のオフショットを上げちゃう、と綴り、5枚の写真を投稿しています。写真には、バレンティのやるい、ビトンなど数々のブランド服を着用した平野さんの姿が映ったパソコン画面や、スタッフに手伝われながらセーターを身にまとう姿。 撮影時のオフショットが含まれています。神宮寺さんも同じく、トゥービーに所属しており、神宮寺さんも同じく、トゥービーに所属しており、バーバリー、ーボッテガ、ベネタ、など世界的ハイブランドのアイテムを着用した写真を連続投稿していました。平野さんと神宮寺さんの投稿はファンの間では大となっており、何が始まるのを期待しかない、 様々な考察や期待の声が寄せられています。神宮寺ゆうたさんと平野翔さんのツーショットが話題となっています。平野さんは自身のインスタグラムでサンローランを身にまとった神宮寺さんとの写真を公開しました。この投稿には80万件のいいね、いや1.8万件以上のコメントが寄せられており、ファンからは子供みたいで可愛い、神くんと一緒は 素敵すぎる。翔くんのくるくる回ってるストーリー。24時間じゃ足りません。こんなかっこいいのに。椅子くるくるって。小学生か、オフショットも、全部素敵で元気出た。マジでかっこよすぎる具などの歓喜する声が相次いでいます。神宮寺さんも同じく、トゥービーに所属しており、以前から、世界的ハイブランドのアイテムを着用した写真を連続投稿していました。 平野さんと神宮寺さんのコラボレーションに期待が高まっています。ファンのコメントト b ービーファンは、インスタグラムやファンクラブのコンテンツなどをとても満喫しています滝沢社長のプロデュースは、アーティストの光る部分を引き出してくれて、いろいろな魅力をファンに見せてくれます。アイデアが、路相外でワクワク感を感じ、次が楽しみで仕方がありません。安心な環境の中で、活動していることが画面から伝わり、 ファンは、とても幸せになれましたし、今後も期待しかありませんぐプライベートや趣味の写真、ラフな私服からかっこいいハイブランドまでいろんな姿を見せてくれて、とても刺激的でさらに引き込まれていますぐこれからコンサートや歌番組やドラマや映画で忙しくなるまでの期間、ファンはとても楽しみに待つことができています。不安のない推し活ができることがとても嬉しいです。トゥービーに感謝しています。やめじゃには、 仕事がなくなるイメージですが、不思議なことにジャニーズにいた時よりたくさん情報がありより身近に感じます。ジャニーだ、最近まで背中を向けていた SNS の威力ってすごいですね。やりたいことにも挑戦でき、活動の幅も広がっているようで、次は、何が出てくるのか、予想の上を来るのでワクワクしています。平野翔は、サ道ロを身にまとった神宮寺雄太との2ショットを3日、 自身のインスタグラムで披露しました。平野は、この前の撮影のオフショットあげちゃう、と綴り、5枚の写真を投稿しました。1枚目には、バレンティのやるい、ヴィトンなど数々のブランド服を着用した平野の姿が映ったパソコン画面。2枚目には、スタッフに手伝われながらセーターを身にまとう姿。3枚目と5枚目には、撮影時のオフショットをアップしました。 この投稿には、80万件の、いいねと、1.8万件以上のコメントが寄せられました。ストーリーズには、椅子に座りながらくるくる回って無邪気に遊ぶ様子もアップしていたため、ファンからは、子供みたいで可愛い。神くんと一緒は、素敵すぎる。翔くんのくるくる回ってるストーリー、24時間じゃ足りません。こんなかっこいいのに、椅子くるくるって、 とのコメントが寄せられました。エンカウント編集部、ジングジ・ユータが21日、自身のインスタグラムでサンローランのコーデを披露。シックな黒ジャケットにワイドパンツ、ヒールブーツを履きこなしている。ファンからは、絶賛の声が寄せられた。また、同事務所の平野のショーもレンジ投稿していたことでも話題となっている。俳優の平野のショーが所属するトゥービーが公開した公式インスタグラムで、 G.I.V.N.C.H.Y. という高級ブランドのアイテムを身にまとった姿を披露しました。このブランドはフランスで1952年に設立され、服飾や装飾品だけでなく、現在はコスメも展開しています。平野はクールなビジュアルを見せるために G.I.V.N.C.H.Y. の公式アカウントをタグ付けしました。その前日には、全身類、 ヴィトンのコーディネートで93万円以上かけており、さらに、その2日前には、エルメスのコーディネートを披露し、多くの反響を呼びました。エンカウント編集部です。エルメスの公式アカウント、タグ付けトゥービー所属の平野翔が、最高級ブランドとして名を馳せるエルメスのファッションに身を包んだ姿を19日、自身のインスタグラムで披露した。前日に平野は、ルイ、 ヴィトンの周到ーーメンズコレクションで統一した総額93万円超コーデを公開。女性ファッション雑誌、ELLE ジャポン、十1 1月号特別版で、憧れのブランドという、ゆイ・ヴィトンを着用したファッションポートレートと特占インタビューを9ページにわたり掲載することが発表されたばかりだった。投稿写真には、フォロワーが1334万人いるエルメスの公式アカウントをタグ付けしている。 公開から20分で14万件を超えるいいねと4000件以上のコメントが殺到。エンカウント編集部、元キスマイの北山ひろみつが9月17日、トゥービーに合流しました。北山は8月31日にキスマイを卒業、ジャニーズ事務所を退所し、黒髪から茶髪に変え、前髪も作ってイメージチェンジしました。また、 襟足も少し伸びた外跳ねスタイルを披露しました。北山のイメチェンに、ファンからは、美女優勝、似合いすぎてる、かっこいい、外跳ね最高に良い、と、絶賛の声が相次いでいます。北山は、1985年9月17日に神奈川県で生まれ、2002年にジャニーズ事務所に入所し、2004年に、キスマイフットのメンバーに選出され、 2005年からキスマイとして活動を開始しました。そして、2023年6月7日に、ジャニーズ事務所の公式サイトを通じて、この度、北山博光は、2023年8月31日をもちまして、キスマイを卒業し、ジャニーズ事務所を対処する決断をしました、と発表。今後の活動について、 8月30日に投稿された有料サイトの動画では、今後の僕の行動というか、チャレンジについては、後日お知らせできたらいいなと思っております、と伝えていた。滝沢秀明氏設立の新会社、Tube、滝沢秀明氏は、3月に、自身のツイッターの生配信にて、アーティストをプロデュースする新会社、Tube の設立を報告。 7月の生配信では2日に三宅県。7日に平野翔と神宮寺雄太。14日に IMP が同社に合流したことが発表され。